ラジオマンジャック皆様にはおなじみの声の方、今日のスペシャルゲスト声優の増山英子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほら、もう声がもう峰不二子ちゃんだから。本当にそんな。あと、ほら、もうそんなっていうのがもう。<laughs> もう、そうだ。好きすぎてもうかぶっちゃってるんで。すみません。<laughs> <に>一声、バカボンお願いします。バカボン。ほら、ママだ。<laughs> バカボンのママ。 キューーティハニーも山さんフラッシュ。ほら、かわいュ大変だったんだから、ハニーフラッシュの変わる瞬間、団地の子たちは、なんとかスローモーションで見よう、スローモーションで見ようと、服がこう、はげていって変身するんですよね、ハニーちゃんはね。あっ、そう。その瞬間を、そうだよ、男の子たちは。2号館の秋山くんなんてテレビの裏に回ったんだから、知らない秋山くんの話。見えるかもしれないって。 もう本当にもう僕らを育てた声ですよ増山さんはラジオマンジャックにも二回目になりますかねそうです二回目ですありがとうございます本当に楽しい番組で <laughs> もう向こうで笑ってばっかりいたんですけど声がお若いですねそうですかよく聞かれると思うんですけど何かコツはあるんですかとこう長年ずっと声を発してすいや全然ないんですけど何のコツもないんでケアとかは 全然してないですもう本当にもうプロとは言えないいやいやいや何にも気をつけてないんですそれでここまで保たれてるというだって例えば「ルパン三世」に出てくる皆藤子さんの声もずっと長いですよね増山さんやってたの35年かなそうでしょあ他にも何かいらっしゃいますけどずっとでしょそれでやっぱり一番長いのかな監督さんとか何か意向があったんですか そのいやリ,リニューアルというかなんかそういうのもなくなくて毎回監督が違うのではいはいあのあシリーズものの時もあの同じ監督じゃないんですそっかえー、いろんな。 宮崎駿さんの時なんかは「あのカリオストロの城」なんて名作じゃないですか、うん、そうですよ私やっぱり好きですねあ作品が好きあの最後の名セリフがありますよねすすどんなセリフでしたっけル「ルパンは何も盗んでません」って言うと、はい、デニガ型刑事が「いや大事なものを盗んだあなたの心だ」っていう,そうまあ僕はいつも目を引いてる言葉ですよ え忘れられない例えば「ルパン三世」の中での増山さんがおっしゃったセリフで印象に残ってるセそうねああのね、うん、クラリスがルパンのことをあのおじさまって呼んでたんですけどうん、うん、おじさまをどうして好きになったのって言ったらまあまあ好きになったからって言ってそれで何て言ったんだっけなあそれで「振られたの?」 で、クラリスから聞かれるの。そしたうん、振ったの。で、それがすごい好きでした。行ってみたい。とろけないの。ボコボコにしてください。もう、すごいですね。わかりやすくとろけてくって言ってる。いや、もう、チャンネル、多分、チャンネルが入ってるんですよ。この、峰不二子という存在と声と、もうバカボンのママもそうですけど、キューティーハニーもそうですけど。やっぱり、その。 アニメーション絵が主役っていうすごく信念みたいなものもうあくまで絵が主役ですよね、うん、でそれにどう魂を入れていくかっていうことが私たちの仕事だと思うんですけど、うん、例えばその性格のようなものを監督と一緒に作っていくんですか最初にディティールのようなこと全然そんなことしたことないです、うん どどういうキャラクター作りをされるんですか。私、うん、は絵を見るとその声ができるんです。はい、かっこい,い。絵を絵を見ると<え>あこの絵にはこの声だなっていうのがわかるんです。でこの見本見てもそう。<laughs> なんで私を見せら絵じゃないから私。あ絵じゃなかったの。意味じゃないんです。お前漫画だと思ってた。実写版。君実写なの。はい 書いたもん、あ私は実写版です。ごめんなさいね。そうですよ。絵で、<laughs> <う>決まっちゃうんですか。かそうです。なんか、私、本当におじさんの声もやったことあるんです。えー、その話を聞いた時、びっくりしましたよ。うん、そう、あの、だから、番組によっては、あの人形劇で。 NHK で「プリンプリン物語」っていうのをやってましてね、はい、その中である時お人形が来たんですだそのお,人形がおじいさんなのれそれで「<お>えこれ私がやるんですか?」って言ったらなんかその作家の先生が「なんかご不満でも <laughs>」言われたんで「えー、私でいいんですか?」って言って。 だけどなんだか急に面白くなってやってしまいました<ー>そしたら1本しか出ないはずが何本か連続で出ましたけどもうみんながそれにハマったんでしょうねかだからやっぱりそういう意外性があるっていうのも面白いですよねこれはやっぱり声の仕事の醍醐味だなって私は思うんですけど 例えばその峰藤子さんの声に戻りますけど、はい、まあ僕らの世代とかね、うん、男性ファンはね、うん、一つのその峰藤子というのがもうヒロインになるわけですよ、はい、憧れの、うん、藤子ちゃんみたいな女いねえかなみたいなねそういうのって増山さんたちはど,どう感じるの自分の作った声が一人歩きしてるような感じですかどんな感じですかいやそんなことないですよ一人歩きっていうか、ええ、あの あ絵にぴったり合ってればいいかなっていう感じですよねな、うんかあくまで絵が主役ですから、ええ、だからそれに違和感がなければ成功なんじゃないかなって思うんですけど違和感がないから惚れていくんでしょうね皆さん男性人もそうですし女性も素敵だなと思いますよね本当にベタな質問ですけど、うん、あれもしかして峰藤子さんの声やられてませんかってそこそこ街で声かけられたようなこと タクシー乗るとよく運転手さんに言われます <laughs> 世代どし <laughs> ていやそりゃそうですよ「えー、変なこと聞いていいですか?」とか言われて降りる時に「どうしよう」とか <laughs> 頭抱えてる、うん、運転手さんがいたことありますけど <laughs> いやそうだって後ろから「あれ?」ってなりますもんね俺今日藤子ちゃん乗っけてよ <laughs> 品川までええみたいな。<laughs> し子ょうさん、のせちゃったってなりますよ。なるよ。はい。藤子ちゃんのせちゃったっ。世の中の藤子という名前の人は嬉しかっただろうね。<laughs> こうセクシーというか、女性らしい。ね、象徴だもんだってはい。俺。そうだと思います。うそうかな。<laughs> そうですよ。この僕らを育てた声、増山さんの。 これは今までのインタビューのこれは小雑誌ですかねコミックマーケットで今年の夏に何かそうなん売されんですけど8月11日にコミックマーケットで売る<ー>ということらしいです <laughs> 私<も>すごい重鎮の方たちの写真とかも載ってますけど後ろの方にそうですね,ね、まあ、あくまでインタビューの作品なんですけど。 これどんな内容のお話がちょっと軽くでいいんですけどあいや私がこの業界に入った時から今までのことです、はい 例えば今、声優さんを目指している人、たくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、でもあ、あり方がもう違うと思うんですね、でさっきもね、はい、あのちょっとお話ししてたんだけど、今の方はヒロインはもう絶対崩したくないと、だから他の役もやってっていうと、私のイメージが壊れるから、ヒロイン以外はやらない っていう方が多いいみたいですよ勝新太郎さんじゃないんだから主役以外やんねえぞっていう <laughs> かっこいいですね, <laughs> ね言ってみたいですけど、ね、でも私は全く違う役が来たらどれだけ嬉しいか分かんないっていうか実際にねお,おじいちゃまでやるわけですからねそうそうそうそれをどういうふうに作ろうかっていうことがすごい楽しみうん、うん、あれ自分で覚えてるもんですかその声っていうのは <声>例えば、そのアニメーションがあったとしても、ああの絵があれば、絵があればその声が出る出るんですけどやっぱりだからさっきちょっと本を見ながら、この声っていうので、お化けの九太郎ちゃんの、うん、あのなんてんです好きになった、九、うん、ちゃんを追いかけてる優子ちゃんっていう女の子がいるんです、こんな。 パンパンのデブデブ柔道なんだっていう女の子で <laughs> はい、はい、でその子を最初に見た時はどうしようかと思ったんですけど長谷さんの声とは、はい、絵とは割と一致しないような感じですよねそうそうだと思うんです私も見てえー、下の方に出てくるんですけどこれ違う違うかか貸して貸して私もこの本結構もう見まくっ,てえっちゃんゃ私やってないんです 主題歌だっけ主題歌をたあも歌ってたんですかちそれがねひょっこりひょうたん島に5年間出てたんですはい、はい、そしたその時に宇野誠一郎さんがもうこれは歌がたくさん出てくるから。 歌えないはないんですよって言って、そこで勉強したんです。歌いながら。<ー>そしたら、宇野先生がサルとベえちゃんの時に、はい、主題歌を歌ってほしいって言われて、私もびっくりして、歌だけですかって。で、エッちゃんもやるのかと思ったらそうじゃなくて、<laughs> そんなこともある、ね、主題歌だけだったんです。 そのバケのキウタロ追いかけてる優子ちゃんとこのま本当丸書いて目書いて口みたいなこのこの絵を見ると声が出るんですかそうだえじゃキウキウちゃんってなんなんキウちゃんってあそ <laughs> うキウちゃんキウちゃん待ってよって<ー> <laughs> これ私多分それを初めて見てたら増山さんじゃわからない <laughs> と時ともやってみじゃあ時とこの絵でやってみ セリフがわかんないよバカボン見せられても今バカボンのパパ見せてわ、ね、かんないよやれやなんかわかんないもん分かんないなんかダメだよ絶対突然怒り出すってもう、えー、い違いますねでもねそういう風にやるのがそうですね声の仕事の楽しさっていう草原の少女ローラにできたキャロライン・レイク・イルガンスさんはどうなんですか普通のおばさんそれはお母さん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 ,お母さんですもうこれはお母さん,母さんそう 結構多いですよだから少年徳川家康のお題の方とかあの家康のお母さんたくさんやってきて動物もやったし <laughs> 山ネズミ <laughs> ロッキー・ジャックっていうののフォリーやってたんですけど今の若い人たちはそこまで幅広くできますかねいやいや,やりたくないみたいですよ綺麗なことしか。 自分はヒロインだからヒロイン以外のものをやりたくないっていう<ー>イメージが壊れるとかへえ<ー>、うん、だってあの今アラジンやってますけどジーニーの役をやってる山寺さんとか<や>ああいう方たちもものすごいレパートリー広いじゃないですかそうですよ山寺さんも歌えるし本当犬の声から何か全部やりたくないほ、ねねね、にもう何をやってもできるっていうか上手っていうかもう。 本当でもそれでなきゃいけないんじゃないかなって思いますけど素晴らしい今の一言「キマステーション」出てきますから帰って,きま,す出てきますか嬉しいことにこの本にはあれですよ熊倉先生も写真が載ってますし和歌山先生ももちろん載ってますからみんなのラジオマンジャックファミリーが<う>和歌山君も載って <laughs> やめなさいやめなさい今このスタジオにいないからってそういう発言はやめなさい,ない和歌山君帰怒 <laughs> <laughs> られるよ <laughs> 大きいい声で謝ってください今バリン <laughs> 今からでねこの本がその先ほど申し上げたように8月のコミケにて販売されてそれ終了,終了後からネット販売が始まるということなので私の今までの越し方が全部書いてあるというかすごい私12歳からやってるので。 12歳からですかそうですから舞台からスタートしてるんです役の大好きです,、ね、きです宝塚にも入りたかったけど <laughs> 東京でのあれがなかったんですん当時はね私が子供の頃は大丈夫です何とかすれば間に合いますよまだそう <laughs> お化けじゃない松山さんなの？そんなとんでもないです。どそんなデレデレしてるんですか, <laughs> んか？もう邪魔すんだよ。もう帰れよ。いつまでいるんだよ。違うよね。うよねいつまでいるんだよ。帰れよ。なんでだよ。自分のコーヒーのお金払って帰れ。<laughs> はい帰ります。<laughs> でも、あの、こんな番組なんですけど、末永くも。はい、い,いえい,いえ、まあ、よろしくお願いいたします。本当に遊んでいただきたいと思いますけれども。もかいですよね。だって、本当に楽しんだもの。<laughs> めっちゃ声が若い。はい。そうですか。でも、この声しかないんですよね。<laughs> もう、その声が藤子ちゃん。あえ。に。な、るんだよな。<laughs> でもやっぱりバカボンのママう一番何でも言うこと聞く <laughs> い<や>一番何か自分もママだから合ってるかなって気がするんですよねうもう野菜食べなさいって言われたら食べるもともと食べなさいよ <laughs> <か>いい年して寝ようとか言ってほしいいや寝なさい勝手に <laughs> <laughs> なんでお前 <laughs> インターセプトすんだよということでね「僕らを育てた声増山英子編」というのが8月に発売開始と なりますのでぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ということで、もう名誉メンバーの松山英子さん、はい、はい、本当に今日はありがとうございましたたままおお待ちししてりす楽しかった。